だ早いし、どっか行こうよ。俺、わざわざ聖境から剣木を見に来たんだぜ。いらっしゃいましたね、その足音。あなた様は今機嫌がいいのではないですか。いくつもの星を越えて泉州にいらした方々は、悩み事を抱えて落ち込んでいるか疲れ果てていることが多いのですが、あなた様の足取りはしっかりとしていて活力に満ち溢れています。さすがは七死人ですね。本題に戻りましょう。あなた様が入手された龍盤鉱薬を分析してみました。とりあえずの結論が出ましたので、これを新作府まで届けていただけませんか。結論、結果から言いますと、龍盤鉱薬に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらが龍盤鉱薬の薬理に関する考察です。作室長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか。俺、わざわざ聖境から剣木を見に来たんだぜ。いらっしゃい。何か相談したいことでもあるの？こんなに早く結果が出たの？あの端子たち本当に優秀なんだね。端子？ちょっと待って、どうして探偵士の端子長が出張なんかしてるの？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから、探偵士の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。彼女が力を貸してくれたからこんなに早く薬理の分析が終わったんだね。早速報告書を見させて。解毒剤がない？ち、あいつら一体どこでこんなに難しい丹方を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でもこれも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。あれは新作府からのお礼で、これは私個人からのお礼。ラフの泉州のためにいろいろと手伝ってもらったからには、作市長としてお礼をするのは当然のことだもの。ですね、ありがとうございます。今回長楽店に滞在しているのは、同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作府からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが私の代わりに届けていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。もしあの子が何か困っているようでしたら、お戻りの際に教えてください。
薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。タンスーに頼まれた届け先はあの子か。彼女がここに来たのは同じ盲目の子供に薬を届けるためだったのか。あいつ降りられないぜ絶対に降りられない。おい、そこの種族の民、何見てんだ。見ていいって誰が言った。お前誰だ。余計な口出しすんな。俺は何日も種族の民を殴ってなくて鬱憤が溜まってるんだ。どっか行け。俺らの仕事の邪魔するんじゃねえ。早く俺を起こせ。俺は見たぞ、こいつこっそり内功を使って親分を倒したんだ。ずるいやつめ。そうだ、お前が内功で俺を狙ったりしなきゃ一発でボコボコにしてやったってのに。違うだろ、俺が見た感じだと親分の一発はこいつに全く効いてなかったぜ。黙れ。行こう親分、武徳を知らない奴は相手にしない方がいい。ふん、今日のところはこのくらいにしておいてやる。まともに戦ったらお前なんか俺の敵じゃないんだからな。そうだそうだ。お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。うん、大丈夫。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち、私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり私のものを盗んだりするの。お兄ちゃんが来てくれなかったらきっとやられっぱなしだったと思う。あ、タンスー様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっとタンスー様も忙しいよね。お兄ちゃん、ありがとう。タンスー様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる、寂しそうだな。まあ俺が気にしても仕方ないか。薬は届けたからタンスーに報告しよう。薬は届けていただけましたか。あの子は子供の頃の私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんでその繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それでその
もう一つお願いをしてもよろしいでしょうか。はい。あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それにあの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだ時、構造紙の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造紙の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。おや、敵データ周捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。ランス戦闘準備。ですからね、イサナ。ありがとう、お兄ちゃん。ありがとう、タンスー様。このお兄さんがいますから、もう怖がる必要はありませんよ。でも、私のせいでタンスー様とお兄ちゃんに迷惑をかけちゃった。ごめんなさい。それだけですか。それではこれから慣れていかなければなりませんね。これから先何百年と生きていく中で、私たちのように目が見えない人間は誰かに迷惑をかけることもありますから、この程度のことで申し訳なく感じていたら、これからの長い道のりを進めなくなってしまうでしょ。これは慰めではなく、ただの現実なのです。暗闇の中を一人で歩いていると、突然障害にぶつかることも、他の人が描写する対象が理解できないこともある。全ての人や物を漆黒の炭火が覆っているようで、目に見えない火傷を負うことだって。長命種の場合、そのような生活が千年近くも続くのですから、あの子は人の助けに頼らずに自分自身の力で耐え抜くことを学ばなければなりません。期待を抱くことは悪いことではありません。しかし、誰かがそばで見守り続けることはできないでしょ。その前に、あの子は私と同じように
暗闇に耐え抜くことを学ばなければなりません。私、タンスー様、私、自分の力で生きていけるように頑張る。頼れるのは自分しかないから。はい、その言葉を忘れないでくださいね。ずっとずっと。ここは危険すぎます。さあ、兆楽天に戻りましょう。改めまして、助けてくださってありがとうございました。私たちのような転結者は若い時に辛い目に遭うことは避けられません。苦難を乗り越えて短視聴という地位についた今でもどうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそ、さっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですが、あの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば、私の言葉などただの小雨に過ぎません。長命士は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気候や手術で改善できるような血管も、先週人には手の打ちようがありません。いかなる方法でいかなる気候を埋め込んだとしても、私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて、死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出は、それ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって転結は永遠の苦行であり、避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にもこのような苦しみは与えられないというのに。ああ、きっと転結は儒家の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ、何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。兆楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところで、あなた様に送りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それでは、しばしのお別れです。タンスーは贈り物を用意するのに少し時間がかかるって言ってたし、少し時間ができたな。山陽書士に行って本でも読みながら連絡を待つか。Thank you.
本を買わずに読むだけのお客様だとしても追い出したりはしません。儲からなくても読書人の心を傷つけるわけにはいかないと紫苑先生がおっしゃっていましたから。ただ他のお客様の邪魔にならない場所で読んでくださいね。連絡が来たようですね。お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。俺、わざわざ制作会から。よく来てくださいました。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばとあるものをご用意しました。新作府から提供されたものを分析していたらひらめきが降りてきまして、歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲松露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますのでここでお別れしましょう。今度お会いする時はあなた様のお姿を見られることを祈っております。変な味がする。でも特に体に異変は感じないな。急に頭痛が。どういうことだ。おかしい。全身が熱くなってきた。苦しい。息ができない。ふう、少しは楽になったけどまだ気分が悪いな。どうにも違和感がある。新作府に行って生族に相談してみよう。また頭が痛くなってきた。丹数がくれた三雲松露丹、本当に大丈夫なのか。どういうことだ。ここは新作府じゃないのか。どうして新作府にこんなに魔音の実が。ダメだ、あいつらを近づけるわけには。開始いたします。おや？で、直してやろうか。とりゃ！親戚である。だ！敵ターゲットを確認。ふん。俺が守る。
開始いたします。おや？捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。確認。おや？重傷じゃの。よいしょ。回復よ。ねえ、どうしたの？あなたたち、彼を傷つけないよう気をつけて。ねえ、ねえってば、しっかりして。大丈夫？よかった、目が覚めたんだね。一時はどうなることかと思って冷や汗かいちゃった。あなた、新作府に入った途端に武器を振り回し始めたの。あなたが暴走した時の姿は、魔音の身に落ちた同胞とまるで同じだった。きっと何か理由があるんだと思うけど、新作府に来る前に一体何があったの？あなたの話を聞く限り、彼女が渡した贈り物とやらは、あの薬王秘伝の怪しい丹方と同じものみたいね。でも少し不思議なのは、あなたを見た医者が言うには、あなたの体には何の異変もないらしいの。あなたをからかっただけなのか、あるいは彼女の薬があなたには効かなかったのか。いずれにしても、後で再検査した方がいいかもしれない。薬王秘伝の戦略に秘められた効果なんて誰にもわからないからね。私は今からタンスを指名手配する。もし彼女の行方がわかったら、すぐに連絡して。そうだ、この隊長を連れて行って。あなたの友達を見つけるのに役立つと思う。タンスーがいない。どこに行けば会えるんだ？そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、聖族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。さあ、隊長ちゃん、タンスーのところに案内してくれ。秘伝の連中と一緒にいるってことは、やっぱりそういうことか。カイジ様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません、彼は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら言いましたよね、
彼は私の友人だと。下がっていてください。は、カイジ様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。申し訳ありません。あなた様にはたくさんの嘘をつきましたが、謝るのは薬の件だけにさせてください。他の嘘はあなた様と平等に交流するためのものでしたので。私が差し上げた三雲小露丹は飲みましたか？何か変化は感じましたか？不死の仙方を求めて泉州にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。泉州には確かに長命酒になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲小露丹を飲めば、薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。あなた様の小姉から察するに、特に異常はなかったようですね。呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか？あなた様の体質は一般の方とは違うのですか？性格？それはありえません。仮に本当だったとしても、短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかするとあなた様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることはあなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか？自分たちは正義である帝宮の使命を代表して、邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか？それは本当に正しいのでしょうか？あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか？あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフからこのすべてのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイジ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること、心から願っています。さようなら、七死人様。開始いたします。くらえ、他方を射てよ。役王の主人、おや、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。
俺が守る。で、トリア。敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。確認。よいしょ。ほら行ってよ。思い知らせてあげるな。見せてやろう。強炭の薬よ。支援開始いたします。おや。ランス戦闘準備。直してやろうか。トリア。はい、よ。はあ。新作府に行って聖族に知らせよう。どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば、タンスーの捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと、もしまたタンスーに出会ったら、すぐに近くの運気軍に知らせてね。そうだ、これを受け取って。いろいろしてくれたお礼。